解除しました。はい、このようにアラームが鳴りますと自動的に事前登録した携帯電話に SMS が届きます。こちらを開いていただきますと、侵入異常を検知しましたといったメッセージがユーザー様に届くような仕組みとなっております。